スノーマン・メグロレンが成し遂げたいこと語るアイドルグループスノーマンのメグロレン26歳児が5月16日に公開された TBS 公式 YouTube チャンネルの動画に出演成し遂げたいことについて語ったこの動画は7月スタートの連続ドラマトリリオンゲームに出演するメグロレンと佐野隼人に対するインタビュー成し遂げたいことについて聞かれた佐野は 車の免許を取りたいです。大きい車、スポーツカータイプより大きいやつがいいなと思ってる、と答える。一方、メグロはどんだけ小さくてもいいので、自分で畑で野菜を育ててみたい。それがちょっと将来の何か目標というか、自分がそれこそおじいちゃんとかになった時に、自分で育てた野菜とかを食べて、自給自足的な生活にすごく憧れがあります、と答え。 育てたい野菜はオクラ。オクラは美味しくないですかと語った。関連記事、外部サイト。あまりアニメ見ない、神田愛花が面白かった作品。高橋光、山里亮太に、ちょっと怒ってます。須田明、木崎ゆりやは週2から3回会う大親友。